イチと一緒に面白いことなどをして、まあ、現場の雰囲気を盛り上げたりとか <laughs> 勉強が全然できない人だったんですけどみんなでディズニーに行ったりとか <laughs> 何もかもが初めてでます真ん中の後の人たち、目線必要な方手を挙げてください、はいはい、ゆっくりと今度は上手側に、まあ、ナイトというキャラクターはその明るい部分とかあと友達思いなところが、まあ、自分と似ているところが。 まあ、あると思うので、まあ、自分自身と照らし合わせながら、まあ、演じることができました。であと、まあ、現場ではその雰囲気を盛り上げるために、まあタと一緒に面白いことなどをして、まあ、現場の雰囲気を盛り上げたりとかをしました。はい。相当堺さんともさらに距離感が縮まりましたよね。そうですね。もう最初に会った時よりもそのはるかにもぐっと。 ねはい、<laughs> そうですよねでも酒井さんもね今回この「スターダスト」のこうグランプリ2万人以上の中から選ばれてそしてこの映画に出られたわけですけれどもどうでした今回宗谷という役を演じられて感想とあとねーさんと一緒にいろいろと過ごしたと思いますけれども感想も教えまずそうやは竜王グループ竜王グループという一大財閥の御曹司で。 それで学校の学校一の秀才ですけど僕は小さな魚屋さんのもとに生まれて本当に勉強が全然できない人だったんですけど人でソヤという役を演じるのが最初は怖かったですけどそのキャストの皆さんや仲間がいてくれたからこそ、えっと、ソヤという役を演じられたのかなと思います。えっと、カリとは 毎日撮影の時は変顔をしたり、あとくだらないダジャレを言ったり。ダンスを踊ったり、たくさん帰りと、思い出があります。またね、共演したいですね。だとして、はい。またしたいですね。どうもありがとうございます。さあ、続きまして、豊島さんにお伺いしたいと思います。今までも、さまざまな作品出てまいりましたけれども、今回こうやって同世代の人たちとの。撮影現場。 いろんな思い出があると思いますけれども特に印象に残っていることとかございますかはいあのなんか他の撮影とは違ってこうみんなでレッスンをしてあの台本の内容をこう練習して積み上げるっていう時間があったのでその分その間ももちろんですし撮影の間もあったのでみんなでこう仲を深めることがそこでできたかなと思っています。 皆さんとの何かこ,うこの人のこんなところがすごい印象に残っているってありますそうですねいつも帰りと太一はいつも私たちを笑わせてくれてたイメージがあるんですけどこう合間にみんなでゲームをしたりとかそうみんなでディズニーに行ったりとかもしてすごい仲が深まってすごい楽しかったです。<laughs> ね、でもそれだけじゃあみんなで安心してね撮影現場に挑まれたってことですねきっとね。続きまして伺いたいと思いますけれども渡辺さんも今回のね「ねスターダスト」のこの女性部門にてグランプリを取られてこうやって映画に出演したわけでございますけれどもどうですか何かこう今回こう皆さんとご一緒してみての思い出ですとかあとは何かあれば。えそうですね あのー、撮影はもう何もかもが初めてですごいオーディションの時もその撮影の最初も本当に緊張しててもう何をすればいいのか分かんなかったんですけどあの花とかがもう本当に最初からもう全部教えてくれてマイクの付け方だったりここに並んでこうやって演技するといいよとかあの本当に詳しく細かく教えてくれてそこがもうすごい優しいなーってすごい。 印象っっっててていいいいいううか撮影のいい思思い出になってるととます豊島さんがそそれれをやってくれたとそうですでも、なんでしょうレッスンがあったからこそみんなで演技ここでこうしたらいいんじゃないかとかこでここでういう動きをしたらいいんじゃないかこう言ったらいいんじゃないかっていうのはみんなで出し合って監督に相談して決めたりとかでした。<laughs> いいですね、本当にみんなでちょっとワークショップみたいな感じでね、やってったってことですよね。はい、ありがとうございます。